っとご飯の説明をさせてください。はい、結構大事なんでね。はい、で、今の皮付き混合でいいですよ。はい、で、皮むき混合は良くないと。あ、栄養などもね、皮付き混合と皮むき混合で市販で売ってるけど、皮が付いてるのは皮があって中に種が入ってますよね。で、ここは胚芽っていう部分なんですけど、これはくっついてます、皮付きにはね。でも、皮むき混合とか、それから泡玉、泡を、ね、皮むいたやつが、ここはついてないですから、ここ栄養があるところなんで、でプラスついてないと傷みやすいです。だから、でまあ、混合っていうとさ、この丸いのが泡、皮液、はい、あと、ちょっと長細いのがありますね、はいはい、これカナリアシード、はい、さっきちらっと見ると塩爆みたいなのも入ってますけどね、で、まあ、カナリアシードはちょっと脂肪が多いです、で、あの脂肪が多いのは健康な子の場合にはあの食べ過ぎると太っちゃうんですけど、だけど羽が抜け変わる時とかね、トヤって言いますけど、それからあと女の子だったら卵を産む時、産卵の時、まあ、卵って書いてますけど、そういう時は脂肪分多いのを食べた方がいいんで、足してもいいぐらいです、ね、はい、それから大豆麦も結構よくて、大豆麦もいいですよ、はい、で、あとですね、ペレットとか、ちょっとペレットとパウダーの粉を、あのサンプルをペレットとかパウダーのものが取り小取り用であるんですよね、でこれね、結構いいです、ペレットね、全然食べないですよ、ちっちゃい時は食べてないとね、食べないです、でそういう子はね、パウダーの方を選んでね、皮付きに振りかけるから、そうすると皮むいて食べるときに多少は入ってくる、だからこういうタイプとちっちゃい丸いのとあってね、でも成分はほぼ一緒だから、あのパウダー使うというかね、で、まあ、ペレットも食べてくれればさ、また帰ってくるときに出します、これね、はい、他にもいらっしゃらないですね、あの子だけですね、そうですね、はい、それからあとね、ここにボレーコって書いてあるんだけど、これめっちゃ大事なんですよ、カルシウムの代謝で前上げてらっしゃったっておっしゃったけど、ボレーコってカップルボーン、カップルボーン、はい、あ、それはやってます、やってます、はい、でこのカルシウムに大事なのがこのボレーコで、ボレーコってのはその卵 の, あの貝殻を崩すような感じのものなんですね、それか、そう、そちらの方、なんかイカの白い、はい、あ、イカのトーンね、はいはい、それもいい、それも大丈夫です、それはやってます。それも大丈夫ですけど、まあでもボレーコもやっといた方がいいんじゃないかなと思います。で、あとカルシウムの代謝大事なのは、この要はカルシウム分があるものね、ボレーコとか、それからあとイカの子とかね、はいはい、あとはあんまり売ってないけどミネラルブロックっていうのもあるんですけども、まあこれが一番おすすめかな、はい、だけど色がくすんだやつの方がいいですね、綺麗なやつは着色力が入ってますんでね、 あとでカルシウム代謝にもう一個大事なのはね、日光浴、日光浴は用させてます、ガラス越しじゃなくて、ガラス越しでね、このね UVB は見たいんですけど、これも一つ欲しいんですけど、 UVB はガラスを通さないんですよ、あだから網戸越しならいいんですよ、あ、なるほどね、はい、でもガラス越しだとかえってさ温度差がついちゃうから、はいはい、日が当たってるとか暖かくなって日がかけると下がるでしょ、はい、温度差って僕らもそうだけど、鳥さんにしてみると結構なストレスで、年齢がいけばいくほどストレスかかりますから、そういうことだから、ガラスを通さないで、 UVB を浴びると体の中のビタミン D がこの活性型になりましてね、はいはい、そうすると、カルシウムの代謝を良くしてくれます、でそれ以外にもいいことは殺菌作用があります、日光にはね、それからやっぱり免疫力も上がってきます、だからいいことだらけなんで、ただしそんな長時間やることはなくて、慣れてない子はこれから寒くなってくるんだね、1分から30分ぐらい、もう体膨らましたら締めてもらった方がいいし、だけど切った方がいいしというところですね。それからあとは、さっき胃袋が3つあるって言ったじゃないですか、胃袋ね、で1番目が損って言いましたね、で2番目が繊維、で3番目が筋肉の筋肉ですね、で、まあ、繊維は消化酵素が出るんですけど、3番目の筋はね、真ん中筋の中にねグリッドっていう砂が入ってるんですよ、レントゲン撮ると分かります、はい、ちっちゃい砂がね、うん、でこれをね上げてませんよね、多分上げてない、これ小鳥屋さん行くと売ってるんだけど、砂があのなんていうのかな、茶色じゃないけどエンド、あ、エンドはよくやってたんですけど、はい、じゃエンドの話します、はい、エンドはですねカルシウム源ですね、でだけどこれねナトリウムも入ってるんですよ、塩が、
で商品によって結構塩の量が違ってですね、多いのもある。だから私はこれはおすすめしてないです。でプラスどうしてもそこのようにうんちとかおしっこがいっぱいついちゃうんですね、ね。カトルボンは壁についてるからつく、よっぽどつかないじゃないですか、でうんちは検便すると細菌だらけです。でそういったら高いところにいるから、そう繁殖しちゃうから、それをまたかじるとはあんまりいいことないかなと思うんで、それでエンドは進めてない。それ以外にもカルシウムを補給するものあるんでね、ボリエコとかそういったイカの方とかね、そういうふうに肉よくねした方がいいかなと思います。であとこのグリッドね、これもね本当はやった方がいい。だからまたレントゲンもし取れたら、その3番目の胃袋にグリッドが入ってるかどうかをちょっとよく見てみますんで、まあ入ってればいいんですけど、でもやっぱり少しはやった方がいいですよね。グリッドもミネラル補給といいましてね、はい、というとこかな、ちょっと言っておきたいことは。それで、はい、じゃあこれね、はい、よかったら見てください。これを、はい、あのサンプル差し上げます、はい、それとこれはさっきやった治療ね、はい、それからじゃあ今からちょっと